はい、皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。チャンネル登録者が、また2名様増えまして71名様になりました。本当に皆さんいつも、ありがとうございます。さっきですね、自転車でサイクリングをしてたらですね、カップルが、近くのパンを買ってですね、公園で楽しそうに、朝食デートをしてました。すごいいい光景です。そんな僕はですね、朝からもやし炒めを焼肉のタレで炒め、ほんと漫画に出るような絵に描いたようなですね、朝食を取りました。ですね、今日はすみません、話がそれたんですけど、昨日あげたですね、ホームレスになるか賃貸契約をするかっていう、これ聞こえますかね、すみません、結構静かな場所なんであんま大きい声出せないんですけど、早速ですね、物件を、探しに来ようと思ってまして、まあ、ネットでもいろいろ情報取れるんですけど、やっぱりこうその建物の雰囲気というか、そういったものをやっぱ自分の目で、自分でその場に行って目で見て感じたものを直感で選びたいなと思っていて、やっぱそういう意味ではやっぱりデジタルな情報よりアナログな情報の方がやっぱ信頼というか信用というか説得力あるなと改めて感じてます。今ですね、ちょっとこれいいなって思った物件が1個あって、名前が良くないですか。セリソウ、これすげえな。すげえ。いや、ヴィンテージ感すごいんですけど、やっぱ借金ある男が、まあ、借金にいろんな形があると思ってて、僕の場合悪い借金の作り方をしたんで、なんで借金のない子たちとシェアハウスで普通に生活できているんだと、甘いぞと自分に対してですね思いまして、やっぱりこうもう本当に電気も停電1日に3回するとか、お湯出ませんとか、ゴキブリめっちゃ出ますみたいな、もう壁がもうカビだらけですみたいな、そういったところで生活した方がやっぱり自分の懺悔としてよりストイックにやれるんじゃないかなと思ってます。でも汗だくになりながらですね、筋トレをして、まあ好きな人とのデートに備えたりとか、そういったストイックのある生活をですねもう一回思い出そうと。ホームレスの時って本当に公園で筋トレしたりとか、公園で水浴びしたりとか、公園で洗濯したりとか、まあ、ストイックだったんですよね。今ちょっと安心しちゃってるんで、ちょっとここでカツを入れたいと、思ってます。実は本当直感で決めようと思っていて、家賃もだいたい2万円切るぐらいですかね。でこのなんとか層、昨日見たスミレ層とか白栄層ですね、さっきみたいなこのセリ層もそうなんですけど、なんとか層っていう名前ってなんか個人的に好きで、なんか下積み感ないですか。あ、ちょっといい情報見つけました。近くに銭湯あるっぽいですね。なんかコインランドリーとかも行く感じも、なんか下積みっぽくて、ハリウッドスターに、まあ、なる下積み時代としてはいいんじゃないかなと思ってます。これ地域としてはですね、ここどこになるんですかね。福岡県福岡市博多区の、あった、博多区じゃない、すみません、東区の原田2丁目っていうとこなんですけど、来たことないですね。本当にこうここ本当に住めるのみたいな物件を探そうと思っていて、個人的にこのセリ層は雰囲気すげえいいですね。多分トイレとお風呂絶対一緒で、もう絶対もう本当漫画に描いたような下積みの人が、漫画家の下積み時代の人が暮らす家みたいな、そういうのをイメージしてるんですけど、住人の人いますかね。ちょっと挨拶まだ早いですね。まあこんな感じでもうストイックに借金返済ですね、借金返済に今ストイックになりたいと思ってるんで、ちょっと今日はですね朝の時間を使って物件を
探して、で今日は仕事休みなんで、ゲストハウスの方のクリーニングがあります。なのでそれまでにいろいろ目星をつけていきながら、できれば今日ですね、物件決断して、次の休みがあさって金曜なんで、金曜に入居まで、行きたいなと考えております。はい、またですね、引き続き報告しますんで、皆さん今後ともよろしくお願いします。あとですね、昨日チャンネル登録していただいた、2名様、もしかしたら面識があるかもしれないんですけど、ハリウッドスターを目指す男アレクサと申します。今後ともよろしくお願いします。それでは失礼します。